最初から。最初からだよ。幼児期健忘って知ってるか？何それ？人は誰しも知らぬ間に赤ん坊の頃の記憶をなくしてる。それが幼児期健忘。でもごく稀にそれが起こらない人間がいるらしい。レイ、まさか。俺には胎児の頃からの記憶がある。その記憶とハウスでの暮らしに矛盾がある。だから気づいた。最初の記憶は暗くて暖かい水の中、遠くから聞こえてくる歌声。どのくらいあるの記憶って？断片的だけどかなり詳細に。鬼の姿も他に子供がいたのも覚えてる。発信機を埋め込まれて、それから子供たちは5つに振り分けられた。5つ。その後は暗いトンネルを抜けてここに来た。トンネルっていうのは門？ああ。待って、じゃあ門の先は外じゃなくて本部？本部と近接する5つのプラント、それがこのハウス。シスターが言ってたことは本当だったんだ。門は逃げ道にならない。その先すぐそこには見張り番数匹って数じゃない鬼や大人がうじゃうじゃいる。それってまずいんじゃ？違う。だからこそ俺たちへの警備が甘い。奴らは門だけを警戒してろくな警備強化はしない。エマの足が治り次第脱獄だ。なるほど。何もビビる必要はねえんだ。明日お前は姿を消す。わかった。みんな聞いて、いい知らせよ。ノーマンの里親が決まったの。急だけど明日夜の出立よ。明日、おめでとう。
聞いてほしい。崖だった。え？塀の向こうは